風強いね。今9月の3日、2日の昼過ぎなんだよね。これからね、話すことは、俺がね、ハマってるアプリ、プロ野球スピリッツについて。まあ、興味ない方は今すぐね、ヒカキンとかね、はじめ社長、に飛んで結構なんでね。それかもう、消してくれていいんでね。いやー、今、タイムスリップイベントやってますよ、第6弾。まあ、我らが北海道、日本ファームファイターズだったら、金子選手、選手会長とか、あとヤクルトだったらね、青木宣親選手とかさ、あと巨人だったらやばいな、阿部選手、キャッチャーのね、とか、なんか、T 岡田選手とかいっぱいいるんだけど、まあ、それも今ね、録画しといたからね、見せるんだけど、いやー、早く見せたいね、皆さんに。なんか、青木選手もね、一番欲しいのはダントツにね、阿部選手なのよ。俺使ってるのが、甲斐選手と甲斐キャノンのね、と小林選手なの、巨人の。肩は強いんだけど、バッティング弱くて、なんかどうしようかなって困っててさ、まあ、阿部選手来たらいいかなと思って、まあ、2番目はね、T 岡田選手だね。満塁男もちょっと欲しいなって感じでね。まあ、最後、3位は青木選手。まあ、センターで丸選手がいるから、まあね、って感じなんだけど、いやー、今イベントも無事ね、100万ポイント貯めてね、いやちょっと引いてきましたよ。それではね、誰が当たるか、ご覧ください。どうぞ。いや前回はね、ダルビッシュ選手、いやー引きが強いね。欲しい選手当たっちゃったね。またね、いやこれからはね、プロ野球スピリッツのね、一ファンとして、まあどんどんね、笑いも強くなっていくんでね、ちょっとそのね、状況もどんどんね、たまに更新していくんでね。じゃあ早速阿部選手をちょっとね、ベンチの方に入れてね、ちょっと育てていくんで、そういうことで。それではまた、いってらっしゃい。